はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりょうでございます。ペリズマイ様、ペリスマ様、ご支援ありがとうございました。ご夫妻でですね、振込手数料かかるのに別々にご支援くださるという、何度もご支援いただき誠に恐縮です。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今日は夕方までですね、抗がん剤の点滴でした。朝からですね、事前の血液検査で前回に引き続き手の甲から採血いたしました。腕より痛いんですよね。っていうのはまあ、こことかがいいとこじゃないですか。抜きやすいとこ。手術とですね、度重なる抗がん剤治療で、とっくにですね、この A とこの太い血管潰れておりまして、採血する場所がねえっていうことで、まあ、手の甲、まあ、前回も手の甲からやったんですけど、今日はここだったかな。腕より痛いんですよね。腕より刺されるとさ、まあ、神経が鋭敏なのかな、先っぽの方かな。で、まあ、抗がん剤はここからやったんですけど、まあ、ここが潰れちゃって、両方ともね、私も獣医でですね、もう、犬とか猫とか、その他の動物に、何回注射したかな、もう何万回だろうな。注射したんですよ。で、今、自分がその注射されまくる立場になると、因果応報なのかな。治療のためとはいえ、動物にブス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 注射しとった報いなのかなーって、ちょっと暗くなっちゃったりしてね。なんか白血球の好中球っていうのが減ってるそうで、まあ好中球がメインなんですけどね、白血球の成分としてはね。まあ免疫落ちてんで、ますます外出できないな。まあ元からインドア派なので、全然苦じゃないんですけど、まあ、閉じ込められて外出できないと、うつうつしちゃう人も、まあ、いるかとは思います。そういう方は大部分かとは思いますけれども、私もともとインドア派なので、まあ、自宅に引きこもってるのは苦じゃないですね。今は倦怠感と微熱とですね、まあ、今日打った抗がん剤の副作用来たんだろうな。胃がムカムカし始めましたけれども、まあご心配なく、明日、明後日あたりから本格的に、まあ、腹が痛いとか始まったり始まんなかったりします。明後日あたりで、あんまり腹痛い時は動画休みますんで、よろしくお願いします。ミックスフライ定食食べといた方がいいです。おすすめいたします。あとね、チャーシュー麺も、こんなになっちゃうと、あとはね、50超えると残すようになります。ミックスフライ定食残すようになります。チャーシュー麺もチャーシューを残すようになります。悲しいので、まあ可能なうち食べとくといいのではないかと おすすめいたします。私より年上でも、ミックスフライ定食もとんかつでもチャーシュー麺でも何でも来いっていう人は、まあ、羨ましいですよ。立憲と共産が憲法審査会を拒否。自民党、これを了承。了承すんじゃねえよ。開かれないことになっちゃったんで、開催しねえんだって。了承すんのはいいけど、開催もやめにするって、了承してんじゃねえよって。面倒なことね、脊髄反射で、詐欺をしてんじゃねえよ、岸田政権よ。まあ返済のこと考えてんのかね、先送り先送りってね、問題を解決しなくちゃなんない時がドドッとやってきたらどうすんだって話。なんてやね、返すのは俺じゃねえって開き直ってんのかな。俺が辞めた後の総理が苦労すればいいだわ、なんてこと考えてんでしょうかね。安倍総理の時とは違ってね、安倍総理の時とは違ってね、自民公明維新国民が議論に熱心なんだから、そういうさなかね、サボってる立憲と共産が方が異常だろって宣伝すればいいよ。宣伝しろよな。安倍総理の時はですね、自公以外は、まあ反対、国民もあっち側で反対って18連休してたぐらいですから、維新はそんなに数いなかったしね。状況が違うんだから、サボってる方が異常なんですよ、立憲と共産が。
あ、 あとはあの消えそうな社民とかいますけどね。って言えんのにな。岸田政権では本当にテレビしか情報源がない感がプンプンしますね。テレビのことしか気にしてね、ネットのこととか、あの俺らの意見とか全然気にしてないね。分かってくる人が総理になってくれよ、もう頼むよ。高市さんとかさ、小野田紀美さんとかさ、分かってる人、分かってる人、テレビ以外に情報源がある人が総理になってくれよ、もう。安倍総理はですね、あのテレビ新聞にあんだけ叩かれてもね、あの国政選挙6連勝したでしょって。で、あの教訓が全く生かされてねえよな。テレビ新聞にいくら叩かれても怖くねえ、ちゃんとやることやってればっていう教訓が生かされてないですね。なんか一気にですね、麻生政権以前の古き悪しき自民党に戻った感じがすごいなって思います。打たれ弱いですね、信念も全くない公家のお坊ちゃんなので、岸田総理は総理にはなってみたかったけど、総理をやりたかったわけではない人。まあなってはみたかった、お坊ちゃんですから。まあ同じくですね、公家のお坊ちゃんの細川政権、福田康夫政権みたいに急にですね、やめますって言ってくんねえかな。なんかあのめんどくせえ問題、返済が来て、ああもうめんどくせえ、先送り返すの嫌だ、やめますって言ってくんねえかなってあのつくづく思います。改憲議論を拒否した理由がまあ意味不明です。立憲予算委員中は応じられない、なんでだ、そんな原則いつ作ったの。共産改憲は議論すべきではないというのが我が党の方針だ、なんだそれってね。私はこういう人なんだし、分かってくんなくちゃ嫌だしみたいなわがまま言ってんじゃない、お前らのハットなど知らん、おなご首は恥じゃっつってね、島津豊久みたいにどしなりたくなりますね。お前らの方針なんか知らねえよ、知らねえ、もう勝手にやってる。両党ともですね、議員のくせに議論拒否って、なんか動物に触りたくない獣医のようで、存在する意味が全くわからんですね。全然わかんないですね。アレルギーなんで、ちょっと私につって、犬と猫のアレルギーなんで、獣医やめろお前はってなりますよ。立憲は自分でも自分らのことをよく分かってないようで、なんと参院選の公約を一般公募開始だそうであります。小川淳也政調会長、あ、こいつあれだよね、四国の方で対抗候補の維新の候補に家に押しかけてって出馬すんだって圧力かけた選挙違反のやつですよね。日々の暮らしや矛盾や疑問、願いを大々的に寄せてほしい、党だけの公約でなく国民の財政になる公約に近づけたい。どこの国民、国民じゃなくて人民では、お前らが言ってるのは。ネットの反応です。それ考えるのがお前らの仕事だろ。政策考えないで普段は何やってんだよ。どうせプロ市民の声しか聞かん、どうしていいのかわからなくなったってことかな。便利屋じゃねえんだぞ、無責任にも程がある、投げやり感が半端ないな、そんなことも考えられないところが嫌。国民の声に耳を傾ける政党ごっこ開始、どうせ人民の声でしょ、国民じゃなくて。カーズ、考えても死ねないので考えるのをやめた感がありますね。なんかジョジョ読んでない人は何のこっちゃでしょうけどね。ぬしゃらのハットなど知らんっていうのも、ドリフターズ読んでない人、見てない人には何のこっちゃでしょうけどね。意見は立憲のホームページで募集だそうで、誰でもいいのかな。じゃあ俺が二重国籍議員は死刑にとか、帰化議員は即刻辞任でって応募したらどうなんのかな。まあ採用される確率は皆無でしょうけどね。私はこうしたいんです、よかったら支持してって。私も含め政治家ってこうじゃないのか。私も参院選出る予定ですけど、外国人生活保護廃止、救助破棄、外国人実習制度廃止、留学生超優遇廃止、
あとなんだ、スパイ防止法制定とかいう公約を掲げて、よかったら応援してください、よかったら投票してください。これが政治家でしょうよ。世界中の政治家これじゃねえの。何でもします、票くださいって、これは政治や議員や票こじきって言われてもしょうがねえんじゃないの。票こじき言って言われてもしょうがねえ。あんまり知られてませんけど、立憲はなんと党内政策議論禁止であります。全員が全員ね、何の根拠もなく、俺は正しい、俺に従え、アンド非を認め、誤ったら死ぬって病気のやつばっかなんで、議論させたらですね、妥協や合意できるわけもなく分裂するので、党内議論禁止と。ニコ生でかつてですね、枝野が丸山穂高議員ですね、政党なんだから普段から政策用意してなきゃダメでしょって当たり前のことを言われて、2分ほど藤子不二子発狂してた理由がこれですね。立憲は政策を考えるのを禁止であるってね。だから当たり障りないジェンダーかなんか言ってんですね。政策考えない政治家、反対ばっかり議論しない政治家、全くの税金の無駄だし、地球にいりませんな。連中は自ら、俺らは政治家です、票こじきですって言ってんのに等しいですね。で、そんなこともわからないところが支持率右肩下がりの秘訣なのかな。公約を募集するってどういうことなんだ、何を意味するんだ、お前ら考えるのやめてんだろって思われるのがオチだっていう、そんなこともわからないところは民主党時代から全く変わってなくて、ほっと一安心ですね。今後も支持率下がり続けるのは間違いねえな。なんか菅直人が橋本徹をヒトラーに例えて、維新が猛反発枕してるようですけど、猛反発枕ってやったら寝れないでしょうね。猛反発マットレスとかあったら寝れませんよね。ビニョンビニョンビニョンっていつまでも反発してて、安倍総理は激しくこれやられてましたよね。ヒトラーに例えて、ディスられるつ。本当左翼ってどこで切っても同じ顔の金太郎飴だな。多様性多様性と言いつつ、本人らは全然多様性ねえもんな。池内さおり、衆院候補、この人は当選したんだっけ、比例がなんかで落選したんだっけ、衆院選には出ましたよね、北区のね。ゴドウィンの法則、議論が紛糾すればするほど相手をヒトラーやナチスに例えて非難する確率が高まると、欧米ではですね、ナチスカードって呼ばれててですね、使った時点で議論は打ち切り、使った側を負けとする習慣があります。こんな世界的な常識も知らずにですね、ナチスカードを最初から使うっていうですね、日本の最悪の無知さと、恥知らずに痺れますね。憧れはしないですけどね。で、菅直人みたいなバカが自衛隊総司令官も兼ねる総理だったことが、一瞬でもあったことが、有権者の一員として遺憾の極みですよ。この時の日本人ってバカだったんだよねって、後世で、後世の子孫に怒られること間違いなしであります。外国のスパイでですね、帝国の敵である左翼とですね、テレビに禁じ手のナチスカードを使われることこそ男子の本懐ではないか、戦士の誉れではないか。だって敵に憎まれ嫌われて、最初から禁じ手使われるぐらい怖がられてんでしょ。今んとこね、安倍元総理、菅さんもちょっとやられた、橋本徹がその栄光に輝いてますね。戦士の誉れに。関西国作ってそこの王様になりたいっていう、全然ね、愛国じゃない橋本徹は、脅威だけでそう言われてますけどね。この中では安倍元総理が一番やられたから、誉れですよね。つわものの誉れっちゅうのかな。
なんだろうね。そしたら、左翼に靴沢はヒトラーだって言われるようになった方がいいのか悪いのかさっぱりわかんなくなりますけどね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。